グラレアヌス、ハインリヒ・グラレアヌスは16世紀ヨーロッパの音楽、理論家、詩人、人文主義者。スイスは、グラールス州、モリスの出身。単に、グラレアヌスという古称でも有名。グラレアヌスとは、ラテン語で、グラールスの人の意味である。徹底した早期の音楽教育を受けた後、ケルン大学にて、音楽に加えて、神学、哲学、数学を学ぶ。 皇帝マクシミリアン一世を称えた有名な詩を同地で作る。その後まもなくバーゼルでエラスムスと出会い、生涯にわたる長い友情を培った。グラレアヌスの最初の音楽書は、イソコゲインミュージセンである。同書は、音楽の根本的要素が論じられており、おそらく音楽指導に供されたのであろう。しかしながら、最も有名で、なおかつルネサンス期に、 最も影響力のあった音楽理論書は1547年にバーゼルで出版されたドデカコルドンドデカコードンである。三部構成を取り、ボエテウス研究に始まり、単線成果における境界戦法の用法を後付けし、対法における戦法の用法を研究して閉じられている。ドデカコルドンには音楽理論に加えて哲学や表現を含み、オケゲム ジョスカン、イザーク、オブレヒトラ旧世代のフレーが完全に掲載されている。ドデカコルドンの最も重要な側面は、例えば同時代の音楽理論家、ピエトロ・アーロンらが論じてきたように、戦法は八つからなるのではなく、実際には十二あるとグラレアヌスが提唱したことである。グラレアヌスが提唱したのは、イオニア戦法とエオリア戦法であり、それぞれ今日、 長長と短調と呼ばれている音階と同じである。グラレアヌスは、イオニア戦法は、当時の作曲家に、最も多用された戦法であるとまで言い切っている。グラレアヌスの著作の影響力は濃厚であった。ザルリーノや、ビチェンティーノら、後世の、大抵の理論家は、12戦法論を受け入れたが、性格収支と変革収支を区別して、6つの戦法が、 それぞれ2種類あるとみました。グラレアヌスの戦法論は今なお影響力を保っている。ありがとうございます。